た雨降ったね、ネタメタン。ねえ、昨日の曲を練習しないとね。ふん。こんばんは。雨降りましたね。昨日の曲を練習して、今度こそ間違えないようにね。そしたらこんばんは。そしたらもうこの曲は終わりにしよう。じゃあパン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 ケーキからいってみます。よいしょ。その曲を聴いてダメだ、老眼で読めない老眼で読めないすいません、老眼で読めなくて酔っ払うやつの曲を聴いてたんですね。じゃあちょっと新曲を練習させてもらって今日もさっきドバーって雨降ったな。新潟とかどうなんだろう。ツツジも藤も花も
一度も会えないまま、ハローはもう終わろうとしてるのかな。いつ君に会えるのかな。風はまだ冷たくなったり、空も泣いたり笑ったりばっかり。誘ってるよ、日だまりの空き地が。いつ君に会えるかな。黄昏Thank you.
違えちゃったな。Thank you.
まだ貞子になってんな俺。みんなでご飯。ついにアメリカの国防総省が UFO を認めてしまいましたね。コロナのどさくさに紛れて言っちゃいましたね。未確認の飛行物体を私たちはちゃんと見ましたって言ってしまったんだな。あれですかね、都市伝説業界で言われている、そろそろトランプ大統領が実は宇宙人とコンタクトしてましたっていうのをポロって言いたいなためのあれなの、伏線っていうやつなのかな。でもそしたらオイル業界の人たちは困っちゃうだろうな。ダメだ見えねえよ、くそ見えねえねえ、オイルロックフェラーとかの辺の人は困っちゃうんだろうな。だってジェット戦闘機よりも早く多分ガソリン使わないでピューって飛ぶんだよ。そんな技術が出てきちゃったら石油いらないよね多分ね。いやいやいや、でもホーキング博士は最近宇宙人とやたらコンタクトを取るっていうのは人類には危険かもしれないとかって言っていたらしいですけどね。あんまりどんな奴らがいるのかわからないからと。いやでも黒船ぐらいの衝撃だろうな多分な、そうなっちゃったら。はあ、でもね、毎日毎日そろそろみんな自粛生活も飽きてるだろうなって思って、またこの曲を思い出したんだけど、俺とは割と普通にまだ間隔空けても仕事行ったりしてるからあれだけどね、ずっとお家でいる人は大変だろうな。ということで飽き飽きかな行ってみたいと思います。
一応数字上は減ってきているみたいだけど、
ください。